1953年横浜国立大学グリークラブの OB 有志が集まり、横浜グリークラブが結成されました。本格的なコーラス活動を始めるためです。当時はご覧のような少人数でした。ボンベが跳ねまく、ボンベが跳ねまく、ボンベがパラ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 、ボンベが跳ねまく、ボンベが跳ねまく、ボンベがパラ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 、広がりまして、メンバーもご覧のように少しずつ増えてまいりました。次の歌はその頃の愛唱歌で今も歌い続けられている忘れることのできない懐かしい曲をお聴きいただくことにいたしましょう。バーヤのお家です。当時の編曲でいただくことにいたします。教えられたよ。
熱意と協力で練習を日々続けてまいりました。1964年3月には東京オリンピック参加コンクールで優勝、なんとその時にはテレビで放映されまして、これが忘れられない思い出になっているそうです。さて、そのうちにあちこちに全国転勤にしておりましたメンバーが横浜に一人ずつ戻ってまいりました。そして人がどんどん増えてくるわけでございます。ここで皆さんが本当は出てくる予定なんですが、出てきませんね。出てまいりました。こういう段取りになっておりましたんですが、いかに豪邸の秋山邸でも入りきらない人数となりました。そこで現在もここで練習を続けておりますが、岡野中学という中学校を練習場に確保いたしました。さらに一般の方々にも門戸を開放しようと、国大だけではなく他の大学の、卒業生の方も入っていただくことになりました。1977年、組織的な運営、技術面の一段の向上を目指して横浜グリークラブの新たな一歩が始まったわけです。そして1979年10月、第34回関東合唱コンクール神奈川県大会にこの曲で参加しました。ただ竹彦作品組曲雨です。ではその中から雨の日に見ると雨をお送りいたします。
これから皆さんにお送りする曲はメンバーの皆さんの中から作られた曲をご紹介しようと思います。鎌倉シリーズ、横浜シリーズの中からご紹介したいと思いますが、志村康夫さん作詞作曲の五線譲、これをまず1曲目はお送りしたいと思いますが、志村さんはどこにいらっしゃいますでしょうか。そして坂本栄三さん作詞、志村健二さん作曲の鎌倉街道と無敵の音、これをお聴きいただきます。
Thank you.
行ってみたいなよその国と歌っていたわけですが、本当に行っちゃいました。今年の7月、ドイツへ演奏旅行に行ったんです。県外以外に出たことのないメンバーだったんですが、総勢72人、ドイツの方、北西部にありますプレーマーハーフェンという港町で開かれました世界ハンセン祭りに横浜市の代表として招かれて演奏しに来ました。こちら、ここでですね、こちらにいらっしゃっているお客様をご紹介いたしたいと思います。その時に現地でお世話になりましたベーデル男性合唱団の団長ゾルゲンフライご夫妻が会場にお見えになっていらっしゃいます。そして、ゾルゲンフライさん、私先ほど伺いましたら心配ないというドイツ語で言うそうです。心配ないさんです。今日はですね、ドイツからわざわざお土産をお持ちいただいたそうです。世界ハンセン祭りの時 の、 記念の盾と、そして楽譜ですね、お持ちいただきました。ブリークラブの会長の遠山さんにぜひ受け取っていただきたいと思います。どうぞ。横浜グリークラブの演奏をですね、改めてお聞きになっていかがでしょうかとお聞きいただけますか。Wie fanden Sie denn heute das Konzert, wo Sie es ja wieder gehört haben? Wunderbar, ich bin begeistert. とても素敵でした。感動しましたということです。Meinen Sie das wirklich? 本当にそうです。Der Club hat jetzt einige Noten von Ihnen bekommen. Und was wünschen Sie, wie soll das gesungen werden? Oder haben Sie irgendwelche Tipps dazu? Das sollten Sie machen, wie Sie Freude haben daran. Es sind immerhin 9 Partituren. Aus denen können Sie sich natürlich das aussuchen, was auch am leichtesten geht. Denn es ist alles in Deutsch. 9 つあるらしいんですけれども、9種類あるらしいんですけれども、その中でグリークラブにあったものを選んで、また全部ドイツ語ですから、それで歌えるものを選んで楽しく歌ってください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、ね。See you.
Oh.
Thank you.
あ、素晴らしいと思いますね、年の割にはなんではないかと思いますが、メンバーの奥様の会場にたくさんいらっしゃると思いますけど、ちょっとお手を挙げていただけますでしょうか。奥様、そんな誰もいないわけないじゃないですかえ、いらっしゃらないですか奥様あ、冷たいですね。あ、いらっしゃいました、いらっしゃいました。あ、ちゃんとあの着物を着てらっしゃる奥様。え、それしかいないんですか奥様、あのお子様方はいらっしゃいますか。着てないんですか。そうですか。妹さんいらっしゃいますか妹さんお一人みたいですか。そうなんですか。奥様がいらしてるメンバーの方手を挙げてくださいますですね、これはどうしたこと、一夫多妻制じゃなくて、なんて言うんですか。